長、役の、田崎亮さん、よろしくお願いします。土曜日休みたところ拡散されていくんでしょう。早急に対応してもらわんと、ずっとやって、ずっとおっしゃる通りです。二郎さんも地元だったのか。僕はでもだからやっぱり野球昔見てたから中日、だからあの野球ね、まあ芸能界隈はね、まあ、同じ自分たちと同じだからいくらすごい人でもわーって思うけど、その握手してくださいとはちょっと言えないじゃないですか。だけどある時名古屋の新幹線の長崎ホームで平野健総攻守ね、優勝メンバーですよ、平野健さんにうわって思って、すいません握手くださいって言ったら、平野さんがこちらこそですよって言われたんです。それがめっちゃ嬉しくて、いやマジか。そうなんですよ。でそれを俺がなんかツイッターに書いたのかな、はい、そしたら平野健さんの息子からツイッターにリプがあって、父親も大変喜んでおりますって言って、あ息子さんありがとうって言ったら、同業者の息子さんが、平野健さんの息子さん、縁の、え、そうは知らないでしょ。知らない。そうそうそう。でも平野もね、いい男だから。そう、平野健さんいい男じゃないですか。だから息子さんもね、やっぱその血をついてる。そうなの。苦労したね、平野健さんって。小さい頃の金物屋さんで、あ中村君のね、うん、青春平野金物店っていうドラマができたぐらい、そう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 、あったね。貧しくて貧しくて、さすが名古屋の先輩お二人ですから、そっから全然俺が平野健さんの話したのにもう全部持ってくぐらいのコアな情報お姉さんがね、うん、お姉さんそうそう、うん、そのお姉さんの担任の役を俺がやったのよ。あらまあごめんなさい、すいません先輩、なんか偉そうに僕ごめんなさい、なんかもうね、本当にいい話だったんね、いやいや、そうなんだ。これ、このメイキングはどこでどう使われるわけ、まだわからない、まだわからない、ずっと回してますから